リチャード・シンクレアは、カンタベリー・ロックの優秀なバンドのメンバーであった、イングランドのプログレッシブ・ロック・ベーシスト、ギタリスト、そしてボーカリストである。イングランドのカンタベリーで生まれた彼の父親と祖父は、カンタベリー周辺で活動していた、音楽芸能人だった。リチャードは3歳の時に、ウクレレ、6歳の時にギターを弾き始め、15歳の時、父親のダンスバンドを見に来たヒュー・ホッパーと、 ブライアン・ホッパーに出会った。翌年、カンタベリー・ロックのルーツとされるバンド、ワイルド・フラワーズでギターを演奏し、一部はボーカルも担当した。1968年、キャラワンを結成し、この時、楽器をベースに切り替えた。リード・ボーカルはパイ・ヘイ・スティングスと曲ごとに分け合った。バンドの3枚目のアルバム、グレート・ピンクの地で、作曲家としての才能が開花した。 自身が作曲し、歌った、アルバムタイトル曲や、ゴルフガール、女子的な詩が、印象的な、ウィンターワインが収録されている。シンクレアは1972年にキャラバンを脱退し、元デリバリーのメンバーであるフィル・ミラー、ピップ・パイルと、ハット・フィールド・ド・ザ・ノースを結成した。彼らの残した2枚のアルバムでは、シンクレアの独特な佇まいの英語による歌声と、 ますます印象に残るベースの演奏技術を楽しめる。最も愛されている曲、Share It, Let's e ハー Halfway Between Heaven and Earth などを作曲した。1974年、元ソフトマシーンのドラマー、ロバート・ワイアットによる2枚目のソロアルバム、ロック・ボトムに参加した。このアルバムは、ピンク・フロイドのドラマーであるニック・メイスンによって、プロデュースされた。 1975年にハットフィールドザ・ノースが解散した後、シンクレアはカンタベリーに戻り、ユーモラスな音楽性だったとされるシンクレアザ・サウスの名前で、細々と音楽活動を続けながら、大工やキッチンコーディネーターのビジネスを始めた。1977年にハンリタイヤ状態から抜け出したのは、ベーシストが脱退したキャメルへの参加を頼まれた時だった。 このバンドでは2枚のスタジオアルバムと半分がライブアルバムのライブファンタジアを残している。1980年代彼の活動は散発的なものだった。1981年にフィルミラーやアラン・ゴーウェンとのコラボレーションアルバム Before a w イ r d Is s を録音し、1982年のアルバム Back to Front で再びキャラワンと録音し、 ナショナルヘルスの公演追悼アルバム DSR コーダに収録された一曲で歌い、また、ロンドンのジャズクラブザ・ブルゲート滞在と1984年のヨーロッパツアーのためフィルミラーのインカフーツに加わった。しかしインカフーツが最初のレコーディングを行う前に脱退してしまった。彼の声やベースはこの10年来ほとんど聞くことができなかった。 1986年の短期オランダツアーやフィルミラーのアルバムスプリットセカンズへのゲスト参加くらいだった。1990年にはハットフィールドザ・ノースの一度限りの再結成と1990年から1991年にかけてのオリジナルラインナップによるキャラバンの再結成があった。この時点でシンクレアは自身のグループ キャラバン・オブ・ドリームスを結成した。メンバーは、元キャメルのドラマーのアンディ・ウォード、ベースには元ハット・フィールドザ、ノースのローディーだったリック・ビダルフ、それにプラスして、いとこのデイブ・シンクレアと、サックス、フルート奏者のジミー・ヘイスティングスが、時折、参加した。プロジェクト名を冠したアルバムは1992年に、登場した。シンクレアの次の作品、RSVP は、 ピップパイル、トニー・コー、元ハッピー・ザ・マンのキーボード奏者、キット・アトキンスを含む変動ラインナップでレコーディングされた。シンクレアがオランダに数年にわたって移住することとなったため、定期的なツアーは1996年に中止された。2002年になって、再び音楽シーンに姿を現し、散発的なコンサートや過去のライブ音源をリリースしていたが、 最も大きな出来事は2005年から2006年のハットフィールドザ・ノース再結成でピップパイルが2006年8月に亡くなり突然の終わりを迎えるまで続けられた。その直後、彼はマルティーナ・フランカのトルロで生活すべくイタリアに永久移住するため住み慣れたカンタベリーの家を退居した。2010年トリオ編成のバンドダウトによるアルバム ネバーペットはバーニングドックに参加し、バンドと一緒に日本とヨーロッパをツアーした。2013年から2014年には、イタリアのバンド、プロフェクシーと一緒にイタリア国内をツアーした。シンクレアは彼らのアルバム、インプロビゾの2曲のライブボーナストラックをレコーディングしている。ありがとうございます。